ターミナルぐらいちょっと独特な曲なんだけど、この場にも容赦しない進むおじさんっていう言葉が生まれたぐらい、僕はある意味宗教かと思ってます、ね、最初に一曲何を聴いたらいいのか、あ確かに気になるっていうのをちょっと選んできました、ね、ありがとうございます。おませちゃんブラザーズ、おませの回シリーズよっ、おませちゃんブラザーズ回シリーズということで、アーティストや作品のオタクたちが集まって熱い思いをこうぶつけ合う企画になってるわけでございますが、ライブの演出が尖りすぎてる、ライブの演出がねぶっ飛びすぎて、はいはい、奇跡的に低予算の進撃の巨人になってしまったような感じがして、ちょっとこれ VTR ちょっと見てみたいと思います。っていう、はい、え、何これ、ですけれどももう先取りしすぎだよね、先取りとかじゃないよ、むしろなんかめっちゃ退化したの、急に急に道が退化してる、悲しいよね、ガスがすぐ分かります、分かる、歌詞の世界、その演出でなんか虫が飛んでて、それをこう殺虫剤、殺虫剤なんですよね、はいはい、それが、はい、平沢進はここにマイクつけてるんですよ、ジャニーズで、手で出した、あれで殺虫剤振りまきながら音源以上の歌を歌うんですよ、すごいんですよ、殺虫剤まければいいから殺虫剤いるっていう実際のフォローにはなってなかった急に本当忘年会みたいな、あれも認めてほしいな、そうなんだ、あれもたまんないのよファンはもうあれに対してキャーキャー言いますからね、そう、ということでじゃあ僕からここがすごいよ、平沢進いきます、はい、大御所なのにツンデレで可愛いです、あ、はいはい、なるほど、確かにさっきからツンデレ感を感じてる、あ感じてるも、あそれは嬉しい、そう僕ね音楽ももちろん大好きなんですけど、はい、それ以上にね人格というか人間性がすごい好きで、本当にねいろんなアーティストに影響を与えて超すごい人なんですよ、うん、だけどものすごいツンデレで可愛いところがあるっていうところがもう大好きなんですよ、ちょっと分かりやすい VTR があるんで、はい、ちょっと1個見てみましょう、でこれねさっきも言ったそのインタラクティブライブっつって、うん、日によってライブの演出が変わるライブってあって、うん、今日はこっちの演出しか見れませんって言われて、うん、そのファンたち馬の骨たちが残念そうにえーっていうシーンがあるんだけど、うん、それを聞いた平沢氏の反応、なるほど、見てください、はい、明日1日で2つの残りの2つのルートを見ることは不可能です。 A じゃない諦めてください、母じゃなくて、でも明日はどちらかしか行けませんよ、二度言うと思うなよ、はい、ということでこの反応見た、なんだろうね、不思議な関係性なんだよな、ファンとなんかそう、うん、なんか突き放されて嬉しいみたいな感情もあるし、うん、こっちが平沢進氏の反応を見たいみたいな、なんか不思議なイチャイチャがあるのよ、なんかっていうので、さらにですね、馬の骨たちが結託して、もう一個 VTR があるんですけど、ライブ中にサプライズで携帯を光らせてみようみたいな、はい、企画を立てたことがあるんで、それ絶対平沢進氏嫌がることなんですよ、うん、それをやってみたらどうなるかみたいな、実際やって、そのサプライズやられた後の MC をちょっとご覧ください、アイドルとかだったらね、そう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 、ファンにサプライズされて泣いちゃうもんね、そう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 、みんなこんなペンライト揃えてくれてみたいなことだよね、そうなんです、それが平沢さんとどうなるかどうなるかっていう、あのねアイドルのね、私は笑いをこらえるので精一杯、その気持ちの手を邪魔しないでください、この感じちょっと厳しいけど、うん、なんかいじりたくなる、なんか先生みたいな、うん、いたね、すごい、そう、うん、そうなのよ、そういう感じで、そう、とっつきにくいけど、うん、謎に人気な先生いたじゃん、あの数学の宮下、宮下だっけ、知らねえ、川野じゃん、いや知らねえ、川野もそう、あれ高校になってから、高校になってから、高校になってから、川野、中学の川野は絶対ダメ、高校中学の川野は厳しすぎて、いや厳しすぎていじれなかったのよ、高校になってやった俺たちも、この人そいつなんだなって知らねえよ、あ高校川野だ、どこの学校に見たと思う、そう、うん、この愛くるしさかっていうのが魅力、すごい可愛いんです、
っていうようなね良さがあるんです、うん、大御所なのに確かにね、うん、そうっていうのがここがすごい平沢さんです。確かにそういうアーティストっていなかったかもな。そうね、どっちかだよね本当に。もう本当にみんなでいじり倒すか、うん、本当にただカリスマでいるかみたいな、うん、そうだね、そうだね、ファンとのコミュニケーションがすごい多いアーティストだ。そうだね、なんだかんだ多いっていうのがいい。なんだかんだ多い、確かに、ね、カリスマってなんかもう絶対に手届かないじゃん、うん、基本、うん、でも平沢さんはなんか向こうからちょっと手も差し伸べてくれてるっていうのは、うん、その装置的な意味で、うん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 、そうなんですよ、うん、なんか恋愛相談乗ってくれたりもしてるから。そうなんだ、そうそうそう、YouTube 上でそうそうそう、めっちゃ面白い。ポインティみたいなことやってんださすがにポインティじゃないけれども結構ね、ラジオっぽく喋ってるやつね、 BSP、バックステージパスってやつがあるんだけど、うん、それめっちゃ面白いから結構おすすめです。遠藤くん、ここはすごい平沢進でした。はい、ということで、遠藤くんから、はい、最後のここはすごい平沢進お願いします。そうですね、音楽的にも積んでる。はい、常に、まあ79年から P モデル、その前はマンドレイクですね、ずっと続けてきてて、うん、ずっと逆張りをしてるんですよ、うん、まあ、その一個で言えばステルスメジャーっていうのがあったと思うんですけど、うん、みんなこう、イメージで言うとテクノポップっていう風に想像する方が多いと思うんですよ、うん、ただテクノポップって初期なだけで、テクノポップが流行った段階でもうハードロックに転向してるんですよ。ハードロックやってたんだ。やってました、結構暗いアルバムとかがあったりしてるんですよ。で、変遷を続けていく中で91年にまたテクノっぽく戻るっていう、聴く時期によってそのジャンルっていうのが変わっていって、今となってはもう平沢進の音楽ってもう平沢進っていう、テクノっても言えないし、なんか形容しがたい。そうなんだよね、だから表現しづらいよね。しづらい、平沢進の音楽でしかないんだよな、ね、だから俺らってなんかどっかから入ってつながっていくみたいなのがなかったもんね。あ、そうだね、ロックを掘ってったら息つくとかではなく、テクノを掘ってったら息つくとか、常にこうね、そうだね、なんか避け続けてるっていうかね、ファンを突き放し続けてるっていうか、裏切り続けてるわけよ。だから、あ、この音楽いいですね平沢さんって進めたら、もう私は違う方であーこっち行くのかっこいいみたいな、進めたらこっちこっちみたいな、この感じがたまんないのよ。なるほど、っていう逆張りね、良いですよね。おませちゃんブラザーズ。さあ、続いてのコーナーは、これはね、馬の骨にしか共感されないコーナーをやっていきたいと思います。ついに置いてかれるのか。題して、平沢進むあるある。よここではもう馬の骨が感じる平沢進むあるあるをとにかく発表していくっていう、全く共感できないからな。そうだねまず僕から言いたいと思います。平沢進むあるある一つ目、もう日本が平沢進むに洗脳されてたんだって気がつきがち。気がつきがち思い込みがちとか、もう気がついてしまうんですね、馬の骨になると、まあ、さっきも言った通り、音楽界映画界でいろんな、はい、影響をアーティストに与えてますけれども、うん、僕たちの生活にも侵食してるんですよ。いつの間にかいるみたいな、いつの間にか、ここにも平沢イズム、ここにも平沢イズムってなって、もう、あ、怖い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 ってなる。確かにイルミナティみたいな。そうなんですイルミナティなんですということで、冒頭に言った、僕がもう小さい頃から実は洗脳されたんだって気づいた、ね、曲があってですね、はい、平沢進氏が作詞作曲した地球猫っていう曲があってですね、これね、ちょっとトラウマになるぐらいちょっと独特な曲なんだけど、これがね、NHK のお母さんと一緒に流れてたのよ。そう、それをちょっとね、今聴いてみてほしい。なるほど、はい。怖い
曲なんですけど、うん、これが2003年頃に流れて、うん、2006年にも再放送されてたらしいので、小さい頃聴いた人もいるかなと思うんですけど、うん、もうこの曲とね、映像のせいでね、泣き出した子供がたくさんいて、NHK にめっちゃクレーム来た。直接的に怖いわけじゃないんだけどね。そうだね。そう、怖いこと何も言ってないんだけど、猫ちゃんの曲なんだから。だけど、なんかゾクゾクする。平沢ワールド全開で、もう子供にも容赦しない進むおじさんっていう言葉が生まれたぐらいなんかもう本気の曲なのよ。そうだね。でこれあの雄三お兄さんと灰田翔子お姉さん、兄さんお姉さんがそう歌っているんだけど、彼らの元劇団四季と元宝塚なんで発声もガチなの。確かに。そうだね。でも平沢進むっぽい歌い方になってるし、曲と作詞作曲でもうめちゃくちゃ強烈な曲になってるわけよ。でこれを僕子供の頃に聴いてて、結構トラウマというかもう強烈にもう覚えてるの。で大人になって平沢進む好きになって繋がった時があって、ヤバってなった。洗脳されてたじゃん。俺の中のどっかにずっとあったんだ。そう、あった。そういえば俺猫見てる時地球猫って。ヤフー知恵袋でも、あのなんかみんなの歌で流れてたあの猫の怖いトラウマになった曲何ですかみたいな。そう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 、みんなやっぱちょっと残っちゃってる。残ってる。かなり残る曲だ。それぐらいその平沢進氏の思想とか言葉っていうのはもう日本人に刷り込まれてる。我々はもう洗脳されてるんですよ。っていうのに気づいてしまうっていうのがあるんですね。はい、ということで遠藤氏から。そうですね、平沢進の言葉がわからない。え、わかんないの？うん、馬の骨たちが。馬の骨が。いや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 、まあ難解なんですよね。はい、そうなのよ。平沢さんのツイートポストに対してのコメントもわからないんですよ。え、非常に難解なやり取りを。なんか怖っ。ついていきたいんだけど正直わかんないのよ。怖。なんか正直もうレベルが高いで異次元すぎて理解できない僕たちには。っていうとこ必死でついてってるみたいなとこあるんですよね。未来の日本語を使われてそういうことだよな。そうか。なんか設定はあるらしいんですよ、彼の中設定なんだ。設定があるらしいんですけれど、本当にわからないけど音楽が癖になるから聴いちゃう。ああ、なるほどね。例えばね、平沢進氏の音楽の全体のテーマがあって、それが全く人格の回復っていうテーマなのよ。全くもうわかんないよね。全く人格正直回復。テーマがわかんなくて聴いてて大丈夫かなと思う時あるんだけど、曲がいいから聴くんだよ。わかんないのよ。そうなのよ。でも聞けばこれで全く人格の回復されるんだなって呼んで聞いてます。人類保管計画みたいなことだね。うん、みたいなことだったよくわかんないけど、よくわかんないですね。そう、でもそのワードセンスってやっぱ独特ですごくかっこいい。独特ですね。ダサくないですよ、かっこいいんですよ。確かに全く人格の回復ってなんかかっこいいもんね。でしょ。地球猫ってでもどう、かっこいいですよ。地球猫かっこいいでしょ。正直、地球猫ってどう、正直隠さなくていいですよ。いいっすよ。全然隠さない。全然隠さない。全然隠さない。そう、意味は自分じゃ絶対出ない。そう、まあ確かに。まあね、憧れるっていうのあります。子供の曲を作ってくださいって入れされて、あ、じゃあ猫にしようかなと思った時に地球猫って書かないね。そうだね、猫と一緒とかね。そういう語感がすごい良いっていうのがあって、さらに平沢氏が作り出す言葉で SP2はい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 、言葉がありますね。ありますね。スケ2じゃん。あのね、平沢進氏ね、太陽国の文化に非常に関心がありまして、繰り返し現地を訪れていらっしゃるんですね。でそこで SP2 の方々と交流を重ねてるんですけど、 SP2 そう、何かっていうと第二の女性、要するに男性から女性に性転換を行った人を平沢進氏は第二の女性っていう SP2 って呼んで、深く愛してたびたび交流してるっていうことがあるんですね。しかも2008年にその14年間の交流を書籍にまとめて発売したんですよ。その叩きがニューハーフ家第二の女性っていう叩きがあって、それが中野のテクノショップ4万円でプレミアになって。誰が読んだそれ。見て、読みたいんですよ。読みたいよな。それマジで、まあ要はおっさんがニューハーフ好きってだけの話だよね。違うよ。SP2 はね、おっさんがニューハーフ好きってだけ。おっさんがニューハーフ好きとか、ニューハーフ好きのおっさん、 SP2 と交流をされてるんです。 SP2 とかニューハーフ、ただのニューハーフだもんね。もっと深いんですよ。そう、深い交流をしてるんだよ。タイの第二の女性と深い関係になって、深いだから好きなんだろう。ただニューハーフが好きなの。そうだね、ちょっと言葉で違います。追い隠そうとして、違います。すごく深い
ただの隠語だよね、なんか。あ、そうだね。それこそね、ライブのね、コーラスに呼んだりとか、うん、そう、自分の作品にもそう取り入れてるぐらい、ものすごくリスペクトしてるんですよ。なるほどね。そう。っていう、深いじゃん。なんかそう言われるとずるいな、なんか。そうです。そうです。アルバムもね、作ったりして。アルバムも、なんか、アルバムも作ってるんですよ。なんか、感動詞で、この時期多分、すごい影響を受けてたんだなっていう考察が始まるんですよ。もう、本人が言ってる言葉分かんないから、ファン同士で突き詰めて言語化しないといけない。なるほど。その中で、あの時期もしかしたらその第二の女性にハマってた時期のアルバムなんじゃないかとか、そういう話をよくするんですよ。まあ、高次元すぎて、ちょっと思考についていけない時があるんですけど、頑張ってついていってますという感じです。そんな楽しみ方を我々はしております。なるほど。はい。ということで、どうですか？平沢沼ハマりたくなってきたんじゃない？いやー、本当に宗教だね、でもなんか。うん、そうなんだよ、ね。宗教感感じるし。そんなことないですけどね。そんなことない。信者そういうの。至って真面目な。信者そういうの。僕はある意味宗教かと思ってます、ね。そういう人もいるよね、信者の中には。沼ありそうですか、どうですか。面白いなと思ったけどね。めちゃくちゃ面白い。ライブは行ってみたいなと思った。確かに。ライブ行こうよ。ライブはめちゃくちゃ見てみたいなと思った。ライブ行ったら本当に馬の骨になっちゃうかもしれない。それはもう圧倒されそうだもんな。そうなのよ。ということでですね、そんな、まあ、馬の骨になりたいって思った方もいるかもしれないので、はい、ちょっと我々がね、最初に1曲何を聴いたらいいか、あ、確かに気になるっていうのをちょっと選んできました。ありがとうございます。はい、その1曲じゃあ関谷さんお願いします。ズバリ、世界タービン。世界タービン。世界タービン。はい、タービンって何？タービンです。新茶すぎるだろこいつ。新茶すぎる。もう何も考えてない。タービンです。はい。タービンってなんか理科とかにならなかった。なんかこうぐるぐるこう回って。回ってる。詳しく説明しないできないんだけど。まあ世界それがかかってるのかわかんない。まあそうですね。30年以上前の曲で。そうですね。まあ曲ももちろん抜群にいいです。ぜひでも PV も。ああ、 PV かっこいい。そう、 PV 見ていただきたい。いっちゃん1秒目からドギモ抜かれるから。その昔の PV で。そう、めちゃくちゃかっこいいよね。あれを PV と呼んでいいのか。僕はもうトラウマでした。ああ、そういう感じなんだ。だけれども、めっちゃ見てみたい。もうね、これに一瞬でもビビッときたらもうすぐ平沢進む好きになるので、概要欄に貼っときますので、世界タービン、世界タービンぜひ一聴してみてください。ということで、こんな感じでございます。おお、平沢進む回、マジで知らない世界だったからね。めちゃくちゃ面白かった。いや、めっちゃ面白かった。よかったです。それは聞いていただいて、ぜひ馬の骨になっていただきたいな。ぜひぜひみんなで一緒にライブ行きましょう。あ、でも進めちゃダメなんだ。進めちゃダメ。おい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 、やばいやばいやばい、怒られるよ。進めじゃ。勝手に聞いてみるわ、じゃあ俺。勝手にね。勝手にやってみるわ。偶然。聞くな。帰れ。テールメントの大好きな人の会です。よっしゃ。大丈夫、再生数大丈夫。俺たちがペイブメントにハマった理由。整わなくて良いと思わせる。あー、いい言葉。いいね。整わなくていいんだよなって。そうだな、教えてくれたよな、本当。